あなたの肌を完璧に見せるプライスレスなフェイスケアの6つのヒント。世の中のほとんど全ての女性が肌を美しく見せたくて美容製品や手法の終わりなき追求をしています。健康的な肌になりたくない人はいないですからね。そのためにはビタミン豊富な食事はもちろんのこと、パーフェクトな肌になるためにいくつかのフェイスケアのコツを知ることも欠かせません。そこでブライトサイドはあなたの肌をお手入れして美しく若く見せる効果のあるフェイスパックを提案します。この簡単なパックをしたらファンデーションをするのを忘れてしまうかもしれません。興味ありませんか？それでは始めましょう。6、アスピリントレモンのアンチエイジングパック。肌の老化は加齢とともに全ての人が遅かれ早かれ感じるものです。女性はみんな若くて張りのある肌をそのまま保ちたいと願っていますが、様々な要因からこの願いがいつも叶うとは限りません。多くの女性が様々な高額の化粧品を試しますが、この問題に効果のある自然由来の成分が存在することを知る人は少ないでしょう。我々はそれに着目しました。鏡に映る自分を変化させたいのであれば、このシンプルで簡単なレシピを試してみてください。必要な材料は2つだけです。アスピリン3錠、そしてレモン汁小さじ3杯。はじめにアスピリンをレモン汁の中に入れて溶かし、ペースト状になるまで混ぜます。マスクを試してみる前にしっかり顔を洗っておきましょう。それからこのペーストを顔に塗り約10分置きます。時間になったらたっぷりの水で洗い流しましょう。アスピリンにはサルチル酸が含まれているので、ケミカルピーリングの役割を果たしてくれます。そして同時にレモン汁のビタミン C が美白効果として働きかけ、スベスベの肌にしてくれます。この2つを混ぜることで得られる思いがけない結果には驚きですよ。5、ヨーグルト、蜂蜜、アスピリンのリバイタライジングパック。1日中メイクをしていた肌には休息を与えることが重要です。肌をいい状態に保つ秘訣の一つに、肌に栄養を与えるというのがあります。肌への栄養は食事で摂取することにとどまらず、スキンケアルーティンの中でしっかり与えること、どちらとも意識する必要があります。このリバイタライジングパックを1週間に1度は行うことで、必要な栄養素をお肌にしっかり取り入れることができるでしょう。他のパックを試してもいいですが、今からお伝えするパックは特に驚きの効果がありますから、ぜひやってみてください。用意するのはアスピリン5錠、小さじ1杯のヨーグルト、そして小さじ2分の1杯の蜂蜜だけです。見ての通り、どれも手に入れやすい材料ばかりで準備も簡単です。アスピリンを砕いて全部の材料を混ぜ合わせます。効果を高めるためにパックを乗せる前に蒸しタオルで毛穴を開かせておきましょう。水気を取ってからこのパックを顔に塗り30分ほど置きます。この間に好きなこと、やらなきゃいけないこと、何でもして大丈夫です。時間が経ったらぬるま湯で洗い流します。アスピリンの素晴らしい効用についてはすでにお話しした通りですが、ヨーグルトと蜂蜜についてはどうでしょう。ヨーグルトは乳酸とヒドロキシ酸の両方を含んでいて、この成分はどちらも古い角質を取り除いてくれます。そしてヨーグルトは肌から優しく汚れを取り除き、老化の現れであるシワや線などを優しく軽減してくれます。蜂蜜については説明しなくても皆さんこの素晴らしい食材の効果をご存知ですよね。4、モイスチャライジングパック。保湿はスキンケアの中でも最も重要な要素です。保湿することで肌のバランスを最適に保ち、乾燥や油っぽさといった異なる問題から肌を守ります。常に保湿を行うことで肌の若々しさを長く保てるようになります。次に紹介するパックは特に保湿効果が高く、あなたの肌を滑らかで柔らかくしてくれます。必要なのはアボカドと蜂蜜だけです。
半分に切ったアボカドから種を取り出し、よく潰したところに蜂蜜を小さじ1杯加えます。パックを顔に塗り、10分から15分置きましょう。簡単にできますね。このパックを週に 1,2 回は行いましょう。アボカドにはオレイン酸が含まれています。これは表皮の保湿をして、保水と水分調整をしてくれます。またアボカドは食事で取り入れるのもお肌に効果があることを覚えておきましょう。アボカドには肌を健康的で魅力的に見せてくれるビタミン C と D が含まれています。 3. 古い角質を取るパック。スクラブはスキンケアルーティンの中でも欠かせない大事なことの一つです。でもやりすぎはお肌に逆効果なので、週に 1,2 回が最適でしょう。あなたの好きなスクラブ製品を購入してもいいですし、自然のものを使うのもいいですよ。自然な素材は既製品に引けを取らない効果があるんです。これから紹介するレシピ、絶対に試してみてくださいね。ここでもまたアスピリン30が必要です。それからぬるま湯を小さじ3杯用意します。至って簡単な作り方で、アスピリンをぬるま湯で溶かしてペーストを作ります。それを清潔な肌に塗って約10分置きましょう。その後、きれいな水でしっかりと洗い流します。するとどうでしょう。フレッシュで滑らかで綺麗なお肌になっています。アスピリンが入ったスキンクリームは皮膚科医もおすすめしています。ニキビになりそうな肌の赤みなど、炎症を取り除く良い方法なのです。アスピリンに含まれているサリチル酸はほとんどのニキビ予防製品に入っています。さらに毛穴の角質除去にも効果的です。アスピリンがお肌トラブルに使えないことなんてないんじゃないでしょうか。 2. 肌ツヤパック。肌に自然で綺麗な輝きを誰もが持たせたいですよね。ほとんど全ての人が完璧な肌を説明するとき、必ず自然な肌の色ツヤについて語るはずです。ブランド品からノンブランド品まで、本当にたくさんの製品が肌に輝きをもたらす効果を製品の売りにしています。しかし宣伝文句こそありませんが、自然素材を使ったスキンケアだって負けていません。次のパックがそれを証明しています。材料はなんとバナナとバターの2つだけです。はじめにバナナを潰してペースト状にします。そしてバターを多めに加えて混ぜます。このパックを週に 1,2 回試してみてください。15分から20分間で大丈夫です。その後きれいな水で洗い流します。バナナにはさまざまな栄養素が含まれています。乾燥肌に効果のあるカリウムや傷跡やニキビ跡、黒ずんだ肌の改善に作用するビタミン A、 そしてニキビに効果のあるレクチンなどがあります。このパックは特に乾燥肌の人に適していて、保湿効果が高いので水分を保ち、肌が内側から輝きを放ち始めます。 1. 顔の産毛を取るパック。すべての女子がこの問題、少なからず抱えているものだと思います。顔の産毛についてです。皆さん様々な方法でアプローチしているようですが、ちょっと新しい方法を試してみたいという気持ちがあるのなら、ここに紹介するパックは素早く効果的に産毛を取り除いてくれますよ。試してみてください。これまで同様、材料は自然のものだけです。でも今回はアスピリンは必要ありません。このパックには 9mg のレモン汁と1カップの水、そして 27mg の小麦粉を使います。どんな種類の小麦粉でも構いませんが、ひよこ豆粉があればそれがベターです。すべての食材をよく混ぜてペーストにし、顔に塗ります。乾くまで15分ほど置いてから剥がしてください。残ったパックはタオルで毛の生えている方向に優しく押しながら拭き取ります。ひよこ豆の小麦粉はアスピリンが角質を取ってくれるように、顔の産毛をスムーズに取り除いてくれます。そしてさらに肌を明るくしてくれる効果もあるのです。他にも顔の産毛を取り除くのに効果のあるレシピがありますので紹介しますね。
例えば手作りのシュガーワックス、もう一つはレモン汁に蜂蜜を入れたものなどです。これにはかなりの効果があります。蜂蜜が毛を柔らかくして、レモン汁がクレンジングの役割を果たしてくれるのです。この2つの材料を混ぜると粘りが出てひっつきやすくなるので、それも産毛が抜けるのを助けるわけです。どれを試してみるかはあなた次第。チャレンジしてみてください。もしかしたら今まで夢に望んでいたような結果をもたらすかもしれないですよ。他にも美容や健康、肌のツヤに効果のあるレシピをご存知ですか？コメント欄で話題にあげて教え合いましょう。評価ボタンのクリックを忘れずに。そして友達にも共有してあげてくださいね。このような役に立つ動画をもっと見たい場合は、ブライトサイドにチャンネルを登録して引き続きお楽しみください。